春雨。春雨は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦白露型の五番艦である。艦名は春に静かに降る雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、春雨型駆逐艦、春雨に続き二代目にあたる。戦後、海上自衛隊の護衛艦として、春雨、初代、春雨、二代が襲役した。 マイズル交渉で1935年、昭和10年2月3日に帰港、同年9月21日に浸水した。1937年、昭和12年8月26日に収益した。春工当初は、ウェスティングハウス社製の溶接構造の原則機質と原則歯車を備えていたが、試運転の際に原則歯車に亀裂が発見されたため、 姉妹艦と同型の中高性の原則機に交換された。姉妹艦に比べ収益が大幅に遅れていたのは、この原則機交換作業のためである。1940年、昭和15年10月11日、第2区畜隊村雨、夕立、春雨、サミダレは、紀元2600年記念行事に伴う、観艦式に参加、第2列。 長と、道の区、伊勢、摂津、両風、甲風、村雨、春雨、夕立、さみれ、さざ波、綾波、浦波、初雪、白雪、吹雪に配置されていた。太平洋戦争開戦時には、姉妹艦三隻、村雨、夕立、さみれと共に、第二艦隊、第四水雷戦隊、司令艦、西村昌司少将、機関中所属。 第2駆逐隊を編成していた。1941年12月より、紀藤美岩攻略作戦、林河沿岸上陸作戦、タラカン上陸作戦、バリックパパン攻略作戦、バリックパパン沖海戦、スラバヤ沖海戦に参加した。スラバヤ沖海戦第1次、第2次昼戦後の4水戦は、日本軍輸送船団を護衛して、ジャワ島クラガン白地へ向かい、1942年、 昭和17年3月1日午前2時35分に上陸を開始、これを襲撃する連合国軍魚雷艇3隻を春雨が迎撃し、1隻を撃沈、2隻を破壊した。続いて、人を補填作戦に加わる。この間、クリスマス島占領作戦に従事していた4、水戦機関中が米潜水艦の雷撃より大破した。同戦隊機関は5月20日付で、 ながらが武井巡洋艦由良に変更された。6月のミッドウェイ海戦では、攻略部隊に属して出動した。6月20日、4水戦司令官は西村少将から高間艦、少将に変わる。7月14日、第一水雷戦隊所属だった第27駆逐隊、しぐれ、白露、夕暮れ、有明が第4水雷戦隊に編入され、春雨の領艦となった。 7月14日以降、春雨以下、第2駆逐隊及び、第15駆逐隊、黒潮、親潮、早潮は、第7戦隊、司令官、西村昌司少将、従順洋艦熊野、鈴屋と行動を共にし、インド洋通商破壊戦、B 作戦に参加する。7月17日、桂島白地を出撃して南方へ向かい、25日、シンガポールに到着した。 8月7日、アメリカ軍が、ウォッチター作戦を発動しガダルカナル島及び、フロリダ諸島に来週、ガダルカナル島の戦いが始まったことで、B 作戦は中止された。各隊は急遽東南アジアから、トラック白地へと向かった。トラック到着直前、第7戦隊、熊野、鈴谷は、第3艦隊、ナグモ機動部隊との合同を命じられて、第2駆逐隊や、 第十五駆逐隊を分離。同日をもって、春雨以下、第二駆逐隊、第十五駆逐隊は、第七戦隊、西村少将の指揮下を離れた。ただし、夕立は先行して、ソロモン諸島へ向かい、ガダルカナル島の戦いに参加している。8月21日、第二駆逐隊は、トラック白地に到着。8月24から25日の第二次。 ソロモン海戦における第2駆逐隊、村雨、寂ハル春雨の任務は、長戸型戦艦道の区の護衛任務であった。最大発揮速力25から26ノットの道の区は、司令長官、近藤信武中将が座上する高尾型従順洋艦アタゴイカ、30ノット以上を発揮する従順洋艦の軌道に追従することができず、戦線後方に取り残された形になった。 アメリカ軍の哨戒機が艦隊に接触しただけで第二駆逐隊が米艦隊と交戦することはなかった。9月1日から春雨はトラック方面の哨戒に当たる。9月12日、特設水上機母艦国側丸と共に東方哨戒隊を編成し、南雲機動部隊や前進部隊と分離して行動していた両艦村雨と合流する。村雨は前進部隊に復帰し、 春雨も国川丸と行動を共にした。9月20日、東方商会隊は、外南洋部隊、第8艦隊に編入された。同日府で第4水雷戦隊も外南洋部隊に編入され、機関由来科学艦は順次、ショートランド白地へ進出した。これ以降、第2駆逐隊は、ガダルカナル島への駆逐艦輸送作戦、ネズミ輸送に従事する。 10月2日から3日、第9駆逐隊司令、佐藤康夫大佐、司令駆逐艦朝雲が指揮する駆逐艦5隻、朝雲、夏雲、峰雲、村雨、春雨はガダルカナル東洋陸に成功した。10月5日、佐藤司令の指揮下で駆逐艦6隻、朝雲、夏雲、峰雲、村雨、春雨、夕立はガトウ輸送のため出撃するが、往路で、 アメリカ軍機のべ17機の空襲を受けミネグムラサメが損傷、夏雲に護衛されて引き返した。アメリカ軍は、SBD ドーントレス9機が、駆逐艦6隻を攻撃して1隻、撃沈、1隻沈没確実と記録している。10月8日、水上規模艦日清と、秋月型駆逐艦秋月のガトー輸送が行われ、佐藤司令指揮下の駆逐艦4隻、朝雲、 夏雲、春雨、夕立は、ガトウ輸送を兼ねて、日清、秋月を護衛することになった。アメリカ軍機の波状攻撃を受けたが、零式環状戦闘機や零式水上観測機の援護を受けて、ガトウ揚陸に成功、各艦に損傷なく、任務を終えた。10月15日、第四水雷戦隊のほぼ全力、秋月、村雨、さみだれ、夕立、春雨、しぐれ、 白露、有明で、高速輸送船六隻を護衛、ガダルカナル島への大規模揚陸作戦を実施する。この輸送作戦を援護するために、ガトー・ヘンダーソン飛行場基地の艦砲射撃が実施されることになったが、第六戦隊部隊はサ保島沖海戦で撃退され、司令官、後藤存次少将が戦死、古高、吹雪、村雲、夏雲が沈没、青葉が大破。 第三戦隊の戦艦混合、春名や、第八艦隊直期卒の従順、鳥海、絹笠による飛行場砲撃も、同等飛行場を完全に破壊することは来なかった、ヘンダーソン基地艦砲射撃。物資の揚陸を終えた時点で朝となり、飛行場から飛来したアメリカ軍機の波状攻撃で、輸送船3隻、東山丸、笹子丸、九州丸を、格座喪失してしまう。 護衛部隊にさみだれ勝敗以外の損害はなかったが、揚陸した物資は15から16日の空襲及び、アメリカ軍艦艇の艦砲射撃により焼き払われてしまったという。さらに、アメリカ軍機動部隊出現の報告があり、連合艦隊は、水上機母艦三隻、日清、千歳、千代田による出撃を許可しなかった。このような状況下、外南洋部隊増援部隊、 指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官は、第三水雷戦隊及び第四水雷戦隊の全力をもって、総攻撃前のガトウ輸送を実施することになった。10月17から18日、橋本司令官は、軽巡戦隊、川内、由良、立田押式、高間司令官は、水雷戦隊、機関秋月、第一小隊、浅雲、白雪、暁、雷、 第二小隊、村雨、さみだれ、夕立、春雨、第三小隊、浦波、四季波、綾波、第四小隊、しぐれ、白露、有明を指揮してそれぞれが頭へ向かい、ほぼ損害なく、揚陸に成功した。外南洋部隊、鳥海、木の傘、天霧、餅月も出撃し、このうち駆逐艦天霧、餅月が村雨、 シグレと協力して飛行場砲撃を実施した。10月下旬、ガダルカナル島の日本陸軍は、同島アメリカ軍ヘンダーソン飛行場に対する総攻撃を実施することになった。日本海軍は突撃隊、指揮官、山田雄介大佐、県第六駆逐隊司令、第六駆逐隊、赤月、雷、白露、第二攻撃隊、指揮官、高間四水戦司令官、 四推薦期間秋月、軽巡洋艦由良、第2区畜体、村雨、さみだれ、夕立、春雨、輸送体、布節缶津軽、京準立田、しぐれ、有明を編成し、ガダルカナルトールンガ白地への突入を命じた。最初に突入した突撃隊三隻は、アメリカ軍将官邸を撃沈して、無事に離脱する。一方、 第2攻撃隊は SBD ドーントレス急降下爆撃機、第4回、ワイルドキャット戦闘機、B-17 爆撃機の波状攻撃を受ける。第2攻撃隊はユラが、航行不能、秋月が中破、サミダレも、小破という損害を受けてしまった。春雨は、航行不能となった、ユラの来撃処分を命じられた。次に夕立も来撃処分に加わる。 夕立と春雨が各艦一本発射した魚雷二本が命中してユラは艦首から沈み始め、最終的にユ立の砲撃によりユラは沈没した。南太平洋海戦直前の戦闘であった。修理を必要とする秋月はユラの生存者と共にラバウルへ開港され、高橋令官は村雨に異常、続いて朝雲に帰還を変更した。月日。 三水泉司令官橋本少将は、十潤絹笠に、正規を掲げた。同日夜、構造園隊、朝雲、四水泉機関、京潤、天竜、駆逐艦村雨、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、暁雷、雷、第一攻撃隊、巡洋館、絹笠、川内、駆逐館、甘霧、初雪、乙造園隊、万長、 アサシオ、ウラナミ、シキナミ、アヤナミ、モチズキは順次、ショートランド白地を出撃する。オツ造園隊の輸送は成功したが、構造園隊は、揚陸地点の悪天候により関西移を多数、創出、物資の一部を揚陸できなかった。11月4日、造園部隊指揮官、三水戦司令官は、戦力を再編。を、木から、駆逐艦波に移し、 天竜を加えた、おつ造園隊を直卒する。同日深夜、構造園隊、朝雲、帰還、村雨、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、満潮、朝潮、おつ造園隊、浦波、三水線司令官帰還、四季波、綾波、白雪、餅月、天竜は、ショートランド白地を出撃、5日夜揚陸に成功し、各艦ともに、 損害はなかった。ショートランド白地祈祷後、三水戦司令官は、川内に移動し、外南洋部隊造園部隊指揮官の職務を、第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将に引き継いだ。6日、夕国、川内以下第三水雷戦隊各艦は、トラック白地へ向かった。九日、連合艦隊は、第四水雷戦隊に対し現隊、前進部隊への復帰を命じ、 同時に飛行場砲撃を行う第11戦隊、比叡、霧島の警戒隊として同戦隊の指揮下に入るよう命じた。4推薦機関は天竜から朝雲に戻った。11月12日、春雨は第3次ソロモン海戦に参加。所属する第2駆逐隊、第1小隊、村雨、サミダレ第2小隊、夕立、春雨は、 第4水雷戦隊、機関浅雲に従い、低進攻撃隊、指揮官、第11戦隊司令官、安倍高気少将、比叡、霧島の前方警戒を行うはずであった。しかし幾度も反転して、進路を変更したため、寄せ集めの低進攻撃隊の陣形は見られた。低進攻撃隊の前方を航行している、駆逐艦は、 第二小隊3番艦ユーダチと同小隊4番艦春雨の2隻だけになっていた。直後、停心艦隊は待ち伏せしていた、米艦隊、指揮官ダニエル J キャラハン少将とすぐる。第三次ソロモン海戦第一野戦となる。ユーダチと春雨は鳥かじにて、米艦隊に接近。春雨はユーダチに続行し、米艦隊に来撃を観光するが、 弾着による水柱や照明弾により夕立を見失い、その後の夕立の反転、米艦隊突入に同行せず、右弦に発見した敵巡洋艦に砲撃来撃を行いつつ北方へ離脱した。短艦で、米艦隊へ突入した夕立は被弾して、戦闘不能になり、翌朝さみだれによって来撃処分された、最終的に米中巡ポートランドが撃沈。 第二駆逐隊は三隻編成となる。春雨は戦艦比叡の護衛や第三次ソロモン海戦、第二夜戦に参加することなく十五日トラック白地に寄討した。本戦闘で春雨は巡洋艦一隻を撃沈と報告。第十一戦隊の戦火認定では、軽巡ながらと駆逐艦切風、春雨の三隻による防空巡洋艦一隻共同撃沈と認定された。 その後、春雨は、第二駆逐隊司令官となり東部、ニューギニア輸送作戦に従事した。第三次ソロモン海戦に勝利を収めた、連合軍が反抗に転じ、11月16日に、パプアニューギニアの部へ、上陸作戦を観光、東部ニューギニア方面の戦況も一挙に悪化したためで、ある。外南洋方面部隊各館や、前進部隊各館は15日から18日に、 ショートランド白地やトラック白地へ戻ったばかりだったが、連合軍部な上陸を受けて、対応を迫られた。11月19日、春雨、白露、電、磯波の4隻の駆逐艦は、前進部隊から、外南洋部隊、第8艦隊に編入された。22日、ラバウルに進出した。外南洋部隊が定めた東部、ニューギニア方面護衛隊。 指揮官、松山十八戦隊司令官の戦力は、機関天竜以下、第八駆逐隊、朝潮、荒潮、第十駆逐隊、夕雲、剣雲、風雲、駆逐艦春雨、白露、伝、磯波、早潮という陣容だった。十一月二十四日、第二駆逐隊司令、立花の正雄大佐指揮のもと、駆逐艦古積、春雨、白露、伝、磯波、伝磯波 早塩による輸送作戦が実施された。同日19時30分、すでに空襲を受けて被弾していた。早塩はさらに被弾して火災を起こした。春雨は早塩に横付けを試みたが、魚雷誘爆の危険性により果たせなかった。各艦は内科艇やカッターボートを派遣して早塩乗組員を救助。白露は総員退去後の早塩を砲撃により処分した。 輸送作戦も失敗し、各艦は25日18時に、ラバウルへ戻った。11月29日、駆逐艦4隻、指揮艦、第10駆逐隊司令、安倍敏夫大佐、遊具も、剣運、風運、白露によるパプアニューギニアの部内輸送任務が実施される。だが進撃中に米軍機の空襲を受け白らが大破、剣運が資金弾で損傷という被害を受けた。 ラバウルで待機していたハルサメは直ちに出港し、白露との交流を急いだ。三十日夕刻、ハルサメとユーグモは白露を護衛して、ラバウルへ帰白露は、軽順天竜に横付けした。十二月五日、第十八戦隊の指揮下を離れる。冷戦が進出できない海域で、夜間に大型爆撃機の空襲を受けるため、日本側の駆逐艦に対処する手段はなかった。 機関部の軸受け修理のため、春雨は白露をラバウルに残地して、トラック白地に戻ることになった。12月5日、午後、従順前やトラバウルを出発。2隻は、トラック到着直前に村雨に出迎えられ、8日午前7時マイナス8時に、トラック白地に。同日、第2駆逐隊司令官は、春雨から村雨に戻った。時、伊として、 横須賀へ向かった。14日10時、二隻は横須賀に到着した。以後、横須賀で修理に10時、整備と並行して、旧式の非式 40mm 機銃を 25mm 機銃に乾燥、全部予備魚雷次発装填装置撤去等の改造を行った。翌日の12月15日、夕立が除籍されている。1943年、 昭和18年1月5日、春雨は輸送船浅間丸を護衛して、横須賀を出港、10日にトラックへ到着した。1月14日、トラックを出港。パプアニューギニアウェワクへの陸軍部隊輸送、兵衛1号輸送の際、ウェワクへ進出する第二航空船隊の空母巡洋の航空待機地員をトラックからウェワクへ輸送する。この時、巡洋は、 駆逐艦さみだれ、朝雲に護衛されて、上えわ方面に出動していた。春雨は、カビ園での燃料補給後、カイリル島、うえの北北西、約 20km を拠点に行動して、輸送部隊の護衛などを行う。23日夕刻、上えわ帰島。輸送終了後の1月24日13時52分、上えわへ、基地ん収容に向かう途中。 同地より220度十11海里にて、アメリカの潜水艦、和風の雷撃にあった。和風の発射した、魚雷1本が、春雨の全部四方右辺に命中、速力4ノットで退避した。飛来時点での春雨の戦死者は3名、重軽傷者は20名という。春雨の全部区画は満水となり、全部砲塔は、半分海中に没死してしまったと言われる。しかし、 全部弾薬庫への誘爆は起きず、強鎮という事態は免れた。苦戦艇や陸軍の大発動艇の支援を受け更新で上枠へ、退避、19時に到着して、以後、応急修理を受けた。2月17日、駆逐艦2隻、天津風、裏風と工作艦大島が上枠に到着した。春雨は18時に天津風に栄光されて、上枠を出発した。 天津風の完備と春雨の完備をワイヤーで結び、春雨自身は更新8ノットであったという。19日、天津風と春雨を結ぶ栄光策が切断され、春雨の栄光は裏風が担当することになった。21日、悪天候により、春雨の環境部より全部が分断されて水中に浸かり、船体切断を余儀なくされる。十三日、春雨以下四隻は、 トラック白地に到着し、工作艦赤市での応急修理が始まった。3月5日、ビラスタンモアヤ線にて、第2駆畜体村雨及び第9駆畜体ミネグモが撃沈された。第2駆畜体は春雨とサミダレの日赤になった。5月中旬、春雨に仮全部を装着する応急修理が終わる。輸送船団と同行して内地へ向かう予定が立てられるが、 途中まで、第2水雷戦隊、第31駆逐隊の遊雲型駆逐艦大波が、護衛することになった。大波の駆逐艦長、吉川清中佐は、夕立沈没時の駆逐艦長である。21日13時、春雨は、駆逐艦大波及び、六月型駆逐艦湯月、補給艦マミヤホカ輸送船6隻と共に、トラック白地を出発。 30日15時30分横須賀期、内地での本格的な修理に入る。環境から全部分を喪失していた春雨を修理するにあたり、当時続々と建造中だったユグモ型駆逐艦のような環境が備え付けられた。艦首部の幻想は廃止され、乗組員は南方における艦内環境の悪化を懸念したという。このか、二番砲塔を撤去してメートル三。 連装機銃を増設、レーダーの装備等の改良も施されている。春雨が内地修理中の7月1日、第2駆逐隊は解体された。サミダルは第4水雷戦隊所属へ、横須賀鎮守府予備駆逐艦だった春雨は第4予備駆逐艦となる。さらに7月12日には、コロンバンガラ島沖海戦で、軽巡人数が沈没。 伊崎春次第二水雷戦隊司令官以下同、水戦隊司令部も全滅する。そこで第四水雷戦隊を解体し、高間司令官以下司令部と残存戦力を第二水雷戦隊に転用した。ここに、しぐれや、さみだれ以下白炉型駆逐艦の大部分が第二水雷戦隊所属艦となった。8月25日、春雨は警備駆逐艦に指定された。この後春雨と、 サミダレは、初春型駆逐艦アリアケ、夕暮れを喪失して、白露型二隻、しぐれ、白露になっていた第二水雷戦隊、司令官、早川右尾少将、機関、野代所属の第二十七駆逐隊に編入された。サミダレは十月一日付、春雨は十一月三十日付の編入である。春雨菓子官兵が駆逐隊転席について知ったのは、 夏季のトラック白地進出後であったという。春雨が最前線への復帰を目指して準備中の12月24日、母、第2号輸送部隊、従順、妙高羽黒、ろ、とね、第27駆逐隊、しぐれ、はぐとして、トラック下辺方面に向かうはずだった第27駆逐隊士官しぐれが漁船と衝突、損傷により、母2号輸送部隊から外され、日本本土に戻っていた。 春雨は、修理を終えたしぐれに合同すると、12月30日から31日にかけて、戦艦山城の横須賀海港を護衛した。1944年、昭和19年1月3日、2 7る司令シしぐれ及び春雨は旧カテカンイラゴを護衛して、横須賀を出港、トラック白地に向かった。トラック機後、しグレと共に、タンカー2隻。 袋3隻の東南アジア特攻服を護衛した。2月10日、アメリカ軍機動部隊のトラック白地襲来を察知した、連合艦隊司令長官、小上根一大将は、機関武蔵、戦艦山と長門を機関とする連合艦隊主力部隊をパラオに、退避さた。2月14日、駆逐艦しぐれ、春雨、追い風、途中合流は、輸送船富士山丸、新国丸、 天城山丸と共にトラックに到着した。トラックに連合艦隊の姿は、すでになく、工作艦、赤紙や測量艦装屋といった補助艦艇が多数取り残されていた。2月17日、トラックは、レイモンド・スプルーアンス中将及びマーク・ミッチャー少将、率いる第50任務部隊、空母9隻、戦艦7隻、巡洋艦10隻、 駆逐艦28隻に襲撃された。日本側の対応は鈍く、その作戦指揮をめぐって、後に左門的調査が行われるほどであった、海軍 T 事件。たまたまトラックに滞在していた、軍令部高級将校たちを、トラック防衛指揮官、小林人志第四官司令長官が接待していた、ため、警戒態勢は、完全に緩んでいたという。 零式艦上戦闘機200機以上が地上で撃破された。制空権を喪失した日本側は一方的に空襲を受け、軽巡中をはじめ多数の艦艇が沈没、しぐれ、春雨が護衛してきた富士山丸、新国丸、天城山丸も撃沈された。しぐれ、春雨は空襲警報の発令とともに北水道を通過してトラック白地からの脱出を図る。 だが、米軍機の空襲により、直撃弾2発を受けたしぐれは中波、春雨も試金弾により戦死者2名を出した。なおしぐれ、春雨と同様に、北水道を通過して、脱出を図った第4215戦弾、カトリ、赤木丸、マイフー、のわけは、空襲により輸送船赤木丸を喪失、続いて、スプルーアンス中将自身が座上する、米戦艦入ジャジー。 アイオアの艦砲射撃により、練習巡洋艦カトリと駆逐艦マイカゼを撃沈され、のわけは、サイパン方面に脱出して生還した。一方、戦場を離脱したハルサメは、シグレと分離すると、トラックからの脱出に成功した、工作艦、アカシの護衛任務に従事する。メレイオン島に立ち寄った後、21日に工作艦、アカシ、標的艦ハガチ、駆逐艦秋風。 富士並と合流した赤石戦団は24日、パラオ諸島へ到着した。25日、第27駆逐隊司令官は、しぐれから春雨に変更された。しぐれは内地駅島。3月下旬、春雨は第2水雷戦隊機関の城を越えして、ダバオへ向かった。5月下旬、アゴー作戦発動について発表が行われた。 1943年以降各地に分散していた第27駆逐隊は定数4隻体制で作戦に参加することになった。予想される日米機動部隊決戦において、同隊は第2航空戦隊、空母巡洋、飛洋、流砲を護衛した後、米艦隊に水上戦闘を挑む計画であったという。だが5月27日に、 アメリカ軍が美役島に上陸を開始したことに伴い、第27駆逐隊は、急遽今作戦に投入されることになった。本作戦は、美役島への遊軍支援と、アメリカ軍に対する陽動作戦、おとり作戦という二つの側面を持っていた。第一次、今作戦時の艦隊は、第16戦隊司令官、サコイン・ナオ・セイショ,ショを総指を官として、戦艦不走、 第5戦隊、重巡洋艦ハグロ、明光、第16戦隊、重巡洋艦アオバ、軽巡洋艦キヌ、第19駆逐隊、四季並み、浦並み、第10駆逐隊、風雲、浅雲、第27駆逐隊、春雨、さみだれ、白露、しぐれ、不節艦津軽、五福島、第127号輸送艦、第36号区選艇、 第37号区選定という戦力である。6月2日、3日とも、艦隊は、ミンダナオトーダバオを出発し、ビアク島へ向かう。翌3日、豊田ソエム連合艦隊司令長官により、今作戦一時中止命令が出される。アメリカ軍機動部隊出現の偵察報告があったためであるが、その報告は5人であった。6月4日、豊田 GF 長官より、今作戦を、 再び実施せよとの命令が下される。第一次、今作戦参加艦艇,艇から不走、青葉、津軽島が除外され、参加艦、駆逐艦6隻、人員600名、6月8日美白島、上陸予定という作戦方針が通達される。第二十七駆逐隊はソロンに立ち寄った後、青葉、絹と分離。六月八日午前三時、陸軍部隊を乗せた駆逐艦六隻 式並み、浦並み、春雨、しぐれ、白露、さみだれはソロンを出発し、再び、美役島へ向かった。輸送隊は輸送隊と警戒隊に分割されており、第十九駆逐隊、式並み、浦並み及び、しぐれが、輸送隊、第十七駆逐隊三隻、春雨、司令駆逐艦、白露、さみだれが、警戒隊に任命されていた。 6月8日12時20分、第19駆逐隊、第27駆逐隊は、アメリカ陸軍の B-25 爆撃機と P-38 戦闘機の襲撃を受けた。輸送隊3隻の前方にサミダレ、左側にシラツユ、右側にハルサメが配置されていたとされる。シグレ、白露、サミダレの損傷は警備であった。サミダレは、魚雷発射管付近に、 不発弾があり、爆発していれば、強沈の可能性もあった。だが、春雨は被弾して沈没し、しぐれの記録は12時32分、さみだれの記録は12時42分。第27駆逐隊司令白浜聖奈の大佐も、戦死した。アメリカ軍機が去った後、さみだれと白露が救助に向かい、しぐれが警戒を行う。さみだれは、内科艇を下ろし、士官4名、 歌詞完璧79名を救助した。春雨の沈没により、白津型方4隻、春雨、村雨、夕立、サミダレが所属した、旧、第二駆逐隊はサミダレ1隻を残すのみとなった。なお、第二次、今作戦部隊は、春雨の沈没後も美薬島への輸送作戦を継続する夜になり、アメリカ軍巡洋艦部隊に迎撃されて撤退。 ビラク島への輸送は失敗した。ハルマヘラ諸島パジアンに帰島後、白露に救助されていた春雨の乗組員はサミダレに異常して、安ン基地へ向かい、白露はしぐれに合流すべく、ダバオへ向かった。一連の戦闘で、約50名が戦死した。6月14日、第27駆逐隊、しぐれ、白露は、駆逐艦浜風、響き、収葬と共に、小沢機動部隊。 補給部隊タンカー3隻、日英丸、国洋丸、成長丸の護衛任務についていた。15日午前2時40分、戦団内に迷い込んだ白露は、輸送船成長丸と衝突、爆沈した。しぐれ、サミダレは、マリアナ沖海戦に参加した後、再び第16戦隊、青葉、絹の指揮下に入る。8月10日、春雨と白露の2隻は白露型駆逐艦。 第27駆逐隊、帝国駆逐艦席より除籍された。8月18日、キヌ・シグレと共に、法人輸送任務に従事していたサミダレは、パラオ近海で座礁。その後、8月26日に、米潜水艦の来撃により、船体を断裂、放棄された。6月1日の時点で定数4隻だった第27駆逐隊は、2ヶ月のうちに3隻を喪失し、シグレ1隻に、 なってしまった。白露型駆逐艦10隻もこの時点で、しぐれ以外の9すべてが沈没していた。10月10日、サミダレ及び第27駆逐隊は除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。